こちらの動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。うわー、海外やなって思うの見つけちゃったんですよ、僕。あー、ここに来て。はい、あ、見てもらっていいですか。何あれ、あれが、あれ海外、海外ってああいうのが日常になっちゃう。そんな日常、国土交通省とタッグ組んでいじめしてるやん。NHK 来すぎっしょ。いや、最高っすよ。さっき行きなりの確認があったっすね。ああ、言っちゃいます。ホテルで1時半にチェックインしたら2時からじゃないとチェックインできないって言われたんですよ、うん、じゃあ大きいキャリーどうすねと、じゃあキャリーちょっと預かってくれるかって言って、キャリーと引き換えにキャリーの券みたいなもらったんですね。あー、あるあるある。それポケット突っ込んで、じゃあ昼飯食おうかと2時半に行こうかってセブ行ったんですよ、うん、ホテルから離れたとこね。セブね、うん、でスタートホテル戻ったんですよね。じゃあチェックインしたいって、さっきのカード貸してくれって言われたら、ポケットさえしてもなかったんですよ。やってもうた。いや、神様がまだ俺にトレーニングしろって言ってるのか。いやいやいや、それで済まされへんよ。いや、あったんすか、結局。結局っすか。ありましたけどね。まあ、今カメラ回してるマネージャーと俺二人で縦に分かれて探し回しましたよね。でもなんかチャイみたいな言われたんで、あれ何やったんすか。そうっすね、結果は別にいらんかったんすか。何が欲しいって言ってたんすか。クレジットカード間違えました。あのカードがないとキャリー引き換え渡せないよって言われたんかなとか思ったりね。あ、今の思ったりねの使い方は合ってますよ。今のは合ってました。初めて。普段間違ってるんで。あ、なんかこれあれやな、写真載ってたわ。ちょっと有名なやつやな、これ。大きい夢持てよ。お前ら絶対に夢叶えられるから。さっきからなんかこう歩いてて、いろんな国の人が多分おるよな。いますよ、新興国みたいな。メルボルンはね、まあ、世界一住みやすい都市って言われてるんですよ。え、だから世界中から、まあ、そういった住みやすい場所を求めていろんな人が来てます。すげえ、すごいっすね。これこれ OK なの。全然 OK です。マジで OK なやつ。これが表現の自由です。これが世界。日本に行ったら分からないけどたくさんあるんですよ。出なダメなんですよ。すごすぎる。気持ちいい。すげえ。はい。Do you know Kensuke Honda? In Melbourne Victory. Yeah. Is this here? Yes. That's the shop. Two shop? Yeah, it's two shop. Oh! Yes? Yeah. So I love that. これです、僕が買いたやつです。I like. Japanese YouTuber. Yeah.Kensuke Honda looks like, I looks like, I looks like Kensuke Honda. Thank you. うえ、すげえ。ここですね。おお。しかもあれ売ってるんじゃなくて、こう飾るというね。ああ、すごいな。すごい。じゃあ爆買いしていきたいなと思います。なんで爆買いするの？せーの。Me. My. じゃあ。Nice. ケイスケポンヌ。Thank you. Thank you. See you guys. Bye. はい。サインしました。してない、してない。した店です。あ、知ってます？本田さんがね。ここがサインした店です。本田さんがでしょ。まあ、聖地巡礼みたいな形になってますけど。ポンヌ。ケースケポンヌ。Yes, I was here. Yes, I was here. ケースケ、あのね。Oh, it is today. It's fine, right? Yeah. Thank you. Do you want my sign?ほんまに景色いいわ。てか、マキヒカどこ行ったんや、あいつ。ちょっと行ってくるとか言って完全にほったらかし。ほんま、あ、はい、こんにちは。ついにでーす。いや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 、ついにでーす。何が買いました。メルボルンのグッズです。え、買いに行ってた。買いに行きました。ついに、めっやばないっすか。何で出てくれへんかったの。ついになんですけれども、うわー、マジでやばい。商品紹介して。商品紹介、うん、ありがとうございます。1個ずつ。まず、じゃん。
メルボルンビクトリーのユニフォーム。おー、いいね、いいね。これがさ、あれ、本田さんのやつではなく普通のやつね。これは裏あ、オッケー。オーストラリア来ていきなり口内炎できてる。はい、次行きます。寝不足やん、ただの。メルボルンビクトリーの練習着じゃなくて、オフ着みたいなやつです。あー、なるほどね。ハイさんが着てたやつやな、はい、そうです。 I'm so happy to join the club. I think Melbourne Victory is the best club in Australia って言ってたやつですね。なるほど、なるほど。そのポロシャツですと、じゃん、メルボルンビクトリーの下半身のパンツです。それはなんか練習とかに履くやつかな。そうです、練習着の方のパンツですね。やな、間違えて買いました。あ、いいちゃうんすか。でも、まあ、ユニフォームまた買ったらいけるでしょ。嬉しい。全部脇ひかさんのですか。はい。視聴者は言わないっす。ああ、あるんすね、なんかが。あります、あります。それはあるんですけど、でも海外でやっぱ買い物って日本人ってしちゃうんですけれども、うん、ここでまあいろ、この脇ひかの見てるファンの方々は今後海外行くと思うんで、買い方のコツみたいな。確かに英語もだってちょっとホテルのチェックインの時ちょっと怪しかったし。いや、何がすか。スイッチ入ったのはいきなりペラペラっすけどね。いきなりスイッチ入った、ペラペラでしたよ。いや、怪しかったよ。ちょっと待ってくださいね。ちょ、その横向いておいてください。サングラス引っ掛けとこ浮いてるやん。耳かかってないやん。車にドンキで買いました。怪しい。さて、では買い方の説明をしていきたいなと思います。まずはですね、まあなんて言ってもこんだけ商品を買うっていうことで値引きっていうのが海外では主流です。普通なんそれ。普通ですね。日本ではなかなかディスカウントっていうんですけど、ないんですけれども、日本人じゃなくても他の人もやってたりする。やりますね。あ、マジで。やります、やります。そういう文化があるんですよ。中国行ってもやりますし、うん、でその値引きしてっていう時の英語が Can you give me a discount? Repeat after me. Can you give me Can you give me a discount? Repeat after me. え、いいいい、もういい。 Can you give me a discount? Shut up. Shut up 言うとあかんよ。めっちゃきつめに黙れ言うてるやん、あかんやん。が、これですね。それが何、ちょっとこんだけ買うからみたいな。いや、どういう、これがもう値引きを、ディスカウントっていうのが値引きっていうことなんですけど、うん、これを俺にくれと。 Can you give me a できるかと、俺に当たることできるかと、ディスカウントできるかと、値引けんのかと、値引けんのかと、うん、で、まあできますよ。で、そこでせめぎ合うんですよね。うん、ナンパできる。で、これもせめぎ合った結果安くしてもらいました。まあ、店員さんがケースケ本田に似てるっていうことで YouTube っていうことも伝えてちょっと笑ってたんで、まあ、グイグイ攻めてありましたけどね。今撮っとんすか。もう撮ってます、撮ってます。これ今時間帯何時やと思います。バーッとそれは別してもらったらあかんと思うんですけど、バリ明るい。これで夜の8時っす。マジで怖ないっすか。え、じゃあリアル怖っ。普通に目おかしなったんかなと思って。いつ眠なるんっていう話なんですけどね。うわ、リアル、これは何時に暗くなる。ごめんごめん、ちょっと耐えられ耐えられ耐えられ。何が。おい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 、何してんねん何してんねん。今から別に普通に飯食うとこだけなんで密着されたら困るんですけどね。今日はここに来ました。甘いっす。甘い。あ、日本食に甘えたってことですか。っていう考え方もできれば、僕が日本、オーストラリアの日本食をチェックしに来たっていう考え方もできると思う。なるほどね。で、それがなんかこう、次を呼び寄せるっていうね。ちなみに言っときますけど、初日ですからね。これは旅行者、旅行行った人の4日目、5日目にやる行動なんですけども、だいぶお気に入ってるってことですか。基本初日の夜っていうのは現地の一番のメインを食べるんですけれども、僕はあえてオーストラリアでゴチになります。お疲れです。お疲れ。もうじゃあ消灯します。消灯しろ。もう明日も早いし。まあ明日がね、いっちゃん大事やしな。明日が8日ですね、2月の。そやな。ついに本田さんに会えるかなと思います。だいぶ大事やし、ゆっくり休んで。おやすみ。あれ、そんな紺の服やった寝巻き。暑いな、なんか。ちょっと待って、寝巻きちょっと、おい、ん、寝巻きにしてもうてるやんけ、買ってきたやつ。もう準備し始めてます。次回予告。お、一歩来た、一歩来た、一歩来た、選手いっぱい来た。ついに、待望の瞬間が。グモーニング。グモーニング。 I'm Kensuke Honda。No。 Very good. Thank you。 ドキドキやばい、マジでやばい。わかる、この俺の顔。皆さん、おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。